ジョン・ブロー。ジョン・ブローは、イングランドの作曲家、オルガン奏者、ウィリアム・クロフトやヘンリー・パーセルの師である。ブローはおそらく、ノッティンガムシャーのコリンガムで生まれたとされる。王室礼拝堂の聖歌隊員となり、自らの音楽の才能によって、名を挙げた。ブローは、非常に若い頃に、いくつかの聖歌を作曲している。例えば、主よ、あなたは我らの避難所であるロード、ザウハストビーガワーリフュージュや、主よ、我を責めたモーナロード、リビュークミーノット、またいわゆる、クラブアンセムである、我は常に感謝す、I will always give thanks などがある。最後のものは、ペラム・ハンフリー及びウィリアム・ターナーとの共作で、1665年に、イングランドがオランダに勝利したことを記念して、あるいはより単純に3人の聖歌隊員の友情を記念して作られた作品である。またこの時期に、ロバート・ヘリックがチャールズ2世の頼みによって、ジャコモ・カリシミのジテ、王チェリーを模倣して制作した、イテ、犠牲者よゴエ、バージャー、ディーマンを2部構成に編曲することも行っている。1669年にブローは、ウェストミンスター寺院のオルガニストとなった。1673年には、オーケ礼拝堂のジェントルマンとなり、この年の9月にエリザベス・ブラドックと結婚した。彼女は10年後の出産時に亡くなっている。1678年までには、音楽学者となっていたブローは、1685年に、ジェームズ2世付きの音楽家の一人として、名を連ねることとなった。1680年から1687年までの間に彼は記録の残っている限り唯一の舞台用作品を執筆している。それは国王を楽しませるために作られた仮面劇ヴィーナスとアドニスヴィーナス&アドニスである。この劇ではメアリー・デイビスがヴィーナスを演じ、彼女とチャールズ2世の娘であるレディ・メアリー・チューダーがキューピッド役で出演した。ブローは1687年にはセントポール大聖堂の聖歌隊の指導者となった。さらに1695年にはウェストミンスターの聖マーガレット教会のオルガニストに選ばれ、同時期にウェストミンスター寺院のオルガニストとしての活動を再開したとされる。1699年には新たに作られたオーケ礼拝堂の作曲家の地位に任命された。ブローの作品として、14曲の典礼音楽と100曲以上の聖歌が知られている。これら純粋な教会音楽に加えて、新年用の唱歌や、聖セシリア祭のための唱歌、ジェームズ2世の即位を記念する2曲の聖歌、ヘンリー・プレイフォードの音楽のハシタメミュージック、S・ハンドメイドのための数曲のハープシコード作品、女王、メアリーのための挽歌、パーセルの死に寄せる唱歌なども作曲している。1700年に彼は通奏低音付きの1世、2世、3世、4世の音楽作品を集めたアンフィオン・アングリカス・アンフィオン・アングレカスを出版した。チャールズ・バーニーの著書、音楽の歴史内の有名な1ページが、ブローの未熟さを描写することに費やされている。その大部分は未熟な人物が当時のイギリス音楽の特徴を表すために努力、したという奇特さを示しているだけであるが、その努力の一部は非常に優れたものである。ブローは1708年10月1日にブロードサンクチュアリの自宅で逝去し、ウェストミンスター寺院の北の側廊に埋葬された。ありがとうございます。